皆さんこんにちは、なぎさです。さあ、本日も2月カップ戦前哨戦をやっていきます。で、今回使うのは、混合ですね。リーダーは、シンジャンドレイ。これ、今回コスト8で使えるんで、非常にね、使いやすいですよね。さあ、相手はディートリヒリーダーということで、くさびですね。で、一応混合の、デッキの種類にしといて、1枚だけコンバートのキャラクター。この流動化、乱量を編成しています。こいつはね、罠とか、あとシールドも効かないんで、まあ、1枚ね、そういうキャラクター欲しいんで、今回は編成しております。で、S 枠としては、ビーナスと、アズリエル、こういう、この2キャラが、17で今回使えるんで、しっかりとそれを編成しといて、あと、竜のアタッカーでメイちゃんを入れています。混合デッキなんで、一応、バハムートも、まあ、編成はできるんですけど、そいつコスト19で使えるんで、ただ、コンボスキル使う上で、ちょっとアズリエルとのシナジーがあんまり良くないんで、今回、メイちゃん無事ね、コストの関係上編成できるんで、しっかりとね、物理アタッカーのメイちゃんを今回は採用しています。あと、コスト5で使えるゾットもね、このバフリーダーであれば攻めると違って、しっかりとバフの恩恵を受けてくれるんで、まあ、そこもメリットの一つですかね。あと、今回、魔界員が上がってるんで、ルキアとか、その手駒ロックに対しても、多分そんなに恐れることないと思うんで、今回はオーラ下は少なめではあるんですけど、まあ、強気にね、こういう編成でやっていきます。さあ、相手結構くさびこれバッチバチに作ってきたな。これ、マカミ打たれるときついんだよな。で、あと、実質ね、S ゴマの、エンデガであったり、あとはね、非常に強力な、ブランジェッタであったり、あとは、回収しづらい、ジルドレも今回、コスト8で使えるんで、それも入れてますね。さあ、くさびがかなり突き刺さってますね。さて、そしたらピリキナータ打ってもな、これな、あんまり効果なさそうなんですけど、まあ一応打っときましょうか。特にね、打つ駒もないんで、仕掛けといて。ただ、ここでマカミを B の2に打たれると結構きついけど、どうかな。あー、カリスイングか。カリスイングでも十分強いですね。まあ一応 90% 反射していきますが、普通にくさびが刺さっていく。ミサト来ましたけど、一応ミサトも打っとくか。まあ、ミサトも打っときましょうか。マゴマはもう2枚揃ってるんで、まあ、普通にコンボスキル使えるんですけど、ただちょっと HP 差があるな。くさび生成されながらっていう流れ、おーっと、なるほど、メールカバー使ってきたが、釣りメールカバーでくさびをさらに刺していく。一応男女平等パンチ決めてはいくんですけど、といった感じ。特別だよ。メイちゃん来たかー。そしたらビーナスイング来そうな予感がしてくるんで、2322×1.44×1.5×1.8。 あー、それぐらいか。であれば、そしたらこれ A の4にメイちゃん打っといて、で、相手が仮にビーナス打ったとしても、メイちゃんのね、コンボ付きがしっかりとね、貫通持ってるんで、ジルドレの罠を発生させつつ、メイちゃんコンボスキルプラス、エンデガで飛ばしていくっていう構えにしましょうか。OK、とりあえずジルドレ発動からの、反射からのくさびを耐え切って、なんだったら5枚返しメイちゃんの動作が通っている。あれ、これどっちが出るんだ。さすがにアズリエルか。アズリエル打ちましょうか。ちょっと軽くどっち出るか分かんないですけど。OK、とりあえずダブコンで飛ばしていく。対戦ありがとうございました。さあ、相手はラニリーダー。なるほど。さあ、同じバフリーダーではありますが、相手は 1.4 に対してこっちは 1.3 ですからね。さあ、ただ、初手から乱体引いてるんで、これは非常にアドバンテージありますが、さあ、相手の方が HP 低いか。なるほど。こちらが先手番で、まあ、初手、これジルドレ捨てるか。しょうがないな。ジルドレ捨てて、で、アズリエルをどっかのタイミングで X 打ちとかするか。さあ、とりあえず、初手ジルドレ捨てから始まっていく。さあ、ただ、相手もオーラ2枚か。なるほど。さあ、同じくオーラ2枚からの、罠駒を打ってきましたね。何ですかね。さあ、シビエント来たか。むずいなぁ、これ。罠駒ひっくり返しとくか、一応。かなりの可能性も、まあ、なくはないですけど。まあ、これは返しといてよかったかな。ちょっと、ここで特殊を食らうのも、尺なんで、ここは返しといて、ただ相手フォース使ってきた。アズリエルの、あ、発動条件、そういう感じか。まだ使えないな。そしたら、あー、ミサトね。ミサト打っちゃいましょうか。ちょっと罠をだいぶね、もったいない使い方してますけど、さあ、ここはミサト打っていく。まあ、これは X 値打ってくる可能性もありますけど、まあでも返しますよね。さすがに普通に返して、あー、なるほど、黄金アラジンか。特に上がりも下がりもしていませんが、そしたらピリキナータ打っといて、単純にバフの差が出てますね。こっちが先手番でありましたが、ダメージレースで負けてしまっている。こっから S ゴマの勝負か。こっちは、A ゴマがリーダーなんで、まあ相手より S ゴマは多いはずなんで、こっからは引きにかかってきますが、さあ相手この罠をどう処理していく？
なるほど、強気に行きましたね。じゃあこれアズリエル A の5に素早く打って、こっちアタッカーいるような感じにしましょうか。ちょっと悩んじゃうとね、相手あのアタッカーいないっていうことバレちゃうんで、 OKOK。普通にここは、あ、でもヴィーナスこれあれなんだよな、 F、 あの A の6に打たれるときついんだよな。ラニ・ヴィーナス・アズレールは多分コスト的にギリギリあの B 駒とか入れてコスト詰め詰めすればいけるんで、ただ素早くこのアズレール打ったことによってワンチャン、オッケーオッケー、いやオッケーかオッケーかどうかわかんないですけど、ヴィーナスなー、これいやー、これヴィーナス返されるとまずいもんな。これ取っちゃいましょうか。取っといて、アルジンのコンボ動線通っちゃいますけど、でも仮にバハムート打ったとしても、あの特殊の方はねカットできるんで、さあ相手さらにマナを打ってきた。これはエンデが2枚貸していけたかな。さあこれはなんとか勝てそうですね。 OK、 バフ対決なんとか制していく。対戦ありがとうございました。なるほどね、そういうものも入ってるか。さあ相手攻めレリーダーですね。さあ一瞬ね、僕も攻めレリーダーでやろうとは思っていたんですけど、ちょっとね、あの手持ちのキャラクターがちょっと特殊コンバートが多すぎて罠にね、あの厳しいっていうことで、ちょっと使うのをやめて、あと今回このデッキでやっております。さあ相手が攻めレリーダーして、こっちは 1.3 倍のシンジ&レイを使っています。さあ相手の所定は、あー、なるほど、代償受けますけど、安定のね、火炎コンバートのキャラクターレオンハルトを使ってきましたね。さあこっちの次のキャラクターが気になり、おっとメイちゃん早く来ちゃったか。なるほど、じゃあこれブランジェット仕打ちしましょうかね。この仕打ちに対して、後々相手が C の3にあのババッと3枚返しする、あの手であの召喚を抑えるっていうのがあるんですけど、まあ、その点打ってくるかな、どうですかね。さあ、お結構火炎コンバート入れてますね。まあさすがにあれですね、あの特殊な警戒で火炎コンバート多めですかね。さあこちらの、あ、アズリエル来たか。あれアズリエルはまだ打ってないよな。じゃあメイちゃん打ちましょうか。さあこのターンでメイを打つことになるとは。ただ火力は普通に高いですね。2枚返しで6000を超えていく。パラサゴンは 60% か。 60% アップは結構すぐ3連、まさか3連続で火炎コンバートをぶち込んでくるとは。この方相当あれですね、火炎コンバートのキャラクター揃ってますね。そしたら、これ3枚返しされるとちょっと嫌なんで、あの、相手のコンボスキル受けてしまいますけど、ここは思い切って2枚返ししていきます。相手が、F の3に来ても、まあ、2枚召喚できるような形にしといて、ただ、バハムート、あ、もう使ってくる。なるほど。さあ、4連続で火炎コンバート、相当火炎火炎してますね。さあ、コンバートを決めて、しっかりと5760のダメージを出していった。じゃあ、ここはいやー、でもこれ、ピリキナタ打つ意味あんのかな。微妙ですよね。まあ、一応ピリキナート打っときましょうか。でも火炎コンバート4連続で打ってきて、そろそろ、まあさすがに火炎コンバートはいないか。うん、毒コンバートのやつはいそうですけど。あ、ペロキャン使ってきた。あれ？それって反射できるよな。オッケーオッケー、ペロキャンは反射して、で、アズリエルとコンボスキルできるかな。うわ、火力高いな、普通に。オッケー、4005の反射を決めて、これアズリエルと、ピリキナートでいきますね。ピリキだとね、ちょっとね、あの、HP 低いんですけど、コンボスキルはね、しっかりと 1.6 倍のバフ持ってるんで、さあ、これはアズリエルとコンボして対戦、ありがとうございました。では、今回はこの辺りで失礼します。ではでは。